2001年4月のニューヨークショーで発表された4代目インテグラをベースに作られたホモロゲーションモデルがこのツーリングカー仕様だ。マシンの特徴はエンジンのチューニングを除けばほぼ N1 規定に準じていること。インテグラタイプ R の N1 仕様は日本のスーパー耐久レースなど現実のレースでもすでに活躍しており、2001年の十勝24時間レースでクラスワンツーフィニッシュを飾るなど華々しい成績を収めている。しかし N1 仕様について言えば現実よりグランツーリスモの方が早かった。 N1 仕様インテグラがグランツーリスモに登場したのは2001年10月に発表されたコンセプト2001東京が最初。ゲーム中で N1 バージョンの開発が始まったのはニューヨークショーの直後であり、この時点で実車の N1 バージョンは発表されていない。つまりグランツーリスモが想像力を働かせて作った仮想モデルに現実が後からついてきたのだ。その N1 バージョンの発展系ともいえるツーリングカーのボディサイズは全長4385mm、全幅1725mm でノーマルと同じ。インテグラはこの4代目で全幅が拡大され3ナンバーサイズへと成長している。一方エンジンは本格的なレースでも通用するよう高度な NA チューンが施されている。シビックにも搭載されている K20A 型2リットル直四 DOHC iVTEC は圧縮比アップやさらなる高回転化によっておよそ300馬力を発揮する。インテリアはインパネを残して内装材を全て剥がしほぼ1トンまで軽量化。ロールケージやバケットシートがもちろん備わる。日本が世界に誇る FF レースマシンである。